海外のメーカーではこの手のタープというかブランケットみたいに使えてタープにもなるっていう、こうちょっとサバイバル的な商品っていうのがあるんですよね。シリコン、シリコンでコーティングしているものが、まあ、海外のメーカーには存在してるんですけど日本のメーカーにはなくて、まあ、ぜひちょっとトライしてみたい商品でした。究極に軽くしてます。